佐賀市内で芸術や文化の振興に力を尽くした人に贈られる内山文化賞に茶道裏千家炭鉱会のメンバーなど5人が選ばれました。内山文化賞を受賞したのは茶道の分野で長年にわたり活躍している裏千家炭鉱会佐賀支部の月形宗成さんです。月形さんは佐賀市本庄町で茶道教室を開くなど次の世代の育成にも取り組んでいるということです。大変光栄なことでございます。もう命ある限り今までしっかり勉強してきたこと、それをすべて後進の皆様に伝えていきたいと思います。このほか内山文化賞は華道や文学、法学の分野でも4人が受賞し、会場では受賞者による琴の演奏や作品紹介が行われていました。また今後の活躍が期待される人を表彰する谷口文化奨励賞には福岡かな子バレエ研究所の山田千佳さんが選ばれています。